ほら、ここが名古屋や東海地方で有名なスガキ屋さんです。今日はここでソフトクリームをいただこうと存じます。どうも、なんでも動画人つっちゃと申しますが、はい、今日はスガキ屋さんに来てます。スガキ屋さんのチョコミントクリーム250円を食べるという動画です。最近ね、ポヨサクさんという YouTuber さんにどんどん追いつかれて追い抜かされてしまったんで、ポヨサクさん流の、何々を食べるっていうだけの動画を作りたいと存じます。じゃあ私がひたすらチョコミントクリームを食べる動画をお楽しみください。青いところがミントですね。うん、冷たい。チョコがパリパリです。うまうま。ちっちゃんは昔ミントダメだったんですよ、でも今大丈夫ですね。ちょっとだけ涼しくなってきました。今日も何度行ったの、これ34度とか行ったんじゃないですか。すごかった、外の暑さは。ほら、こうなったこうなったね。えうまっ。あ、これ混ざれば混ざるほどうまいってやつ。あのね、美濃屋食堂のね、飯が汚れれば汚れるほどうまいっていうところが大好きな方がいてね、このチョコミントもね、ほら混ぜれば混ぜるほどうまいって言って、あ、うま、やっぱ混ぜた方がうまい。うん、まだパリパリがありますよ。スガキ屋、名古屋では有名なスガキ屋です。この間アニメやとがめちゃん観察日記でスガキ屋が出てきましたけど、名古屋、東海地方ぐらいの名古屋あたりの文化みたいですね、スガキ屋は。はい、すごく安くて美味しいラーメンです。魚介系の美味しいラーメンですので、東海地方にお越しの際スガキ屋見つけたら、こういうフードコートなどに入っておりますので、ぜひ、ラーメンを召し上がってみてください。うまっ、うまかったです。はい、今日はポヨサクさんに負けないように、ポヨサクさんに負けじとスガキ屋さんでチョコミントクリームを食べるという動画でした。どうもご視聴ありがとうございます。のすのす。